ティム・コンウェイとクロディーヌ・ロンジェ。クロディーヌ・ロンジェは、1960年代と1970年代に、活動していたフランス出身の歌手、女優である。元夫は、アメリカ人歌手のアンディ・ウィリアムズ。1942年、パリで生まれる。1960年、ダンサーとして、ラスベガスに渡る。運転する車の故障で立ち往生し、 困惑するクロディーヌに声をかけたのが、アンディ・ウィリアムズであった。1961年、ウィリアムズと結婚し、その後3人の子供に恵まれる。ウィリアムズのコネにより、クロディーヌは、彼が出演する、テレビ番組や他の番組に頻繁に出演するようになる。同時に歌手としての t v 出演の機会も増える。1966年、 冒険番組シリーズ、ランフォーユア・ライフで、ボサノバの曲、メディテーションを歌う。彼女の歌声は、その番組を見ていた A&M の創設者の一人、ハーブ・アルパートを魅了する。後にアルパートは、ニューオーリンズにあるクラブで、クロディーヌと会い、彼が運営するレーベル A&M での、レコード発表を提案する。クロディーヌは承諾し、 その後 A&M でアルバムを5枚発表する。1970年、ウィリアムズと別居。1971年、A&M からウィリアムズが創立したバーナビーレコードに移籍。2枚のアルバムを発表する。3枚目のアルバムが予定されていたが、口述の事件により未発表となる。それらの未発表音源は、シングル曲と合わせて、 シュガー・ミーというアルバムにまとめられ、1993年にセンチューリーから発売された。1975年、ウィリアムズと離婚。1976年、コロラド州アスペンにある別荘にて、クロディーヌが持っていた銃からの銃弾により、当時同棲していたプロスキー選手、ウラディミール・サビッチが死亡する。 恋による射殺か暴発であるかは、現在も不明。クロディーヌは、法廷で暴発を主張するが、認められず、有罪となる。後に彼女は自分を弁護した、弁護士、ロン・オースティンと再婚する。この事件以後、クロディーヌは、芸能界と音楽活動から引退する。現在もアスペンに在住し、イントン生活を送っている。 クロディーヌの音楽は概ねポップスに分類される。彼女はアメリカで活動していたため、フレンチポップスというジャンルのアーティストとして語られることは少ない。多くの曲が英語で歌われ、母語のフランス語による歌唱及びセリフが占める割合は少ない。クロディーヌは同時代のポップスやロック、ボサノバのカバーに積極的で、彼女の作品は現在では 同時代の音楽のサンプルとして聴取可能である。フランス語なまりの英語とウィスパーボイスによる甘く繊細な歌声、そして A&M ならではの洗練されたアレンジは人気を博し、最初のアルバム、クロディーヌは50万枚以上の売り上げを記録した。現在彼女の音楽はソフトロック、ドリームポップ、ソフトサイケというジャンルで再評価されている。 クロディーヌは1970年代前半に来日し、その際に、五木の子守歌と、絵本の中で、の録音を行った。両曲ともに日本語で歌われている。CDLP ローリングストーンズは、クロディーヌが起こした事件を題材に、クロディーヌという曲を作った。しかし、物議を醸すことが予想されたため、同曲は、お蔵入りとなった。 長年ブートレグでしか聞くことができなかったが、2011年の女たちスーパーデラックスエディションで初めて公表された。ありがとうございます。